先ほど三振に倒れている大山、レフトへ持っていった、ライナーで飛び込む、待望のホームランが出ました。4番の大山、タイガースファンが持っていた第1号、横浜スタジアムレフトスタンドにライナーで運んでいきました。反撃開始のタイガース。そうね、遠藤は立ち上がり1番2番と抑えた後だったんですが、ノイジーにレフトにヒットを打たれて大山の一発、この一発というのが変化球を左中間スタンドに運んでいきました。大山ですか、はい、スライダーをセンターに弾かしました。センター大きな当たりだ、こちらも切り風が吹いて入るか、大山先制スリーランホームラン第6号、また右投手から打ちました。やはりフォアボールでランナー、またインコース打ち上げた、角度がついた、すくい上げた、ポランコ見上げた、ホームラン、逆転スリーラン、やはりここぞで今日も打った4番の大山、強引に行ってどうか、これはそのまま弾丸で起死回生の一発。11試合ぶりの大山の一発、弾丸ライナーで運んでいきました。4番の大山どう対戦してくるか、打った、美しい弾丸がレフトスタンドに飛び込みました。一振りで仕留めた4番の大山、今シーズン第10号のホームラン、タイガースの4番がまさに一振りで仕留めました。菅野から打ちました。今シーズンの14回戦、大山からレフトに高く上げました。これは風と友達になれそうだ、一番同点、友に対しては柳にバッターは不利かと言われていましたが、やはりこの放った風を友達にしました。立ち上がりピンチの大貫、浮いたセンターか、レフトか、左中間に高いフライが上がっていきました。上段まで持っていきました。4番の仕事をしました大山、先制のスリーランホームラン。1回の表阪神タイガース3点取ります。ほぼほぼ一緒という感じになりました。はい、ナイスプレーですね。はい、初球を打ち上げます。ライトへ伸びていってどうだ、スタンドまで行きました。
大山の今シーズン第14号のソロホームラン。大山タイトル、ている中でも打たれているヒットがあったということで、はい、ストレートで空振りやファールが取れていない状況だったというふうに話していますが、大山のボール打球どうか、見上げている、特大の一発、大山完璧でしたね。で3試合ですかね。しかもこの横浜スタジアムでも5本目となります。大山ここに来て絶好調。最後チェンジアップ、レフトスタンド、大山の19号ツーラン。高橋奎二の立ち上がり、最終戦の第1打席ツーランホームランでタイガース2点先制。いいでしょうね。やはり4番の大山、頼りになる4番の大山が決めました。4対3、延長10回の裏、大山のサヨナラタイムリー、今シーズン最多の貯金25。対戦からスタート、初球いった、ファーストライナーを見事大山取りました。助けましたね。ピンチ脱出。素晴らしい。バットの先、ファーストゴロ、逆シングルよく取りました。制してベースを踏んだ大山のナイスプレー。引っ張った、ファーストライナー、タッチアウト。一塁ランナー上本もアウト、戻りきることができませんでした。打球はフラフラと大山が走っていく、追いついていく、取りました。最後は小さくジャンプをしていっぱい手を伸ばしてミットの中に収めました。ベストオーナー足立、抑え切った伊藤将司。